アルゴスの王アクリシオスはある予言を与えられた。お前に男の子は授からない。それどころかお前は孫に殺されるだろう。アクリシオス王は一人娘のダナエに子供が生まれないようにと聖堂の扉のついた塔に閉じ込められた。しかし美しいダナエは全能の神ゼウスの目に留まり、ゼウスは黄金の雨の雫に姿を変え、ダナエと交わってしまったのです。そして男の子が生まれました。その運命の子はペルセウスと名付けられた。しかしダナエはポリュデクテスを受け入れませんでした。